梅津義次郎、梅津義次郎、梅津義次郎、1882年、明治15年1月4日から1949年、昭和24年1月8日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍大将。極東国際軍事裁判、東京裁判で、終身刑の判決を受け、服役中に、獄中死。1978年、 昭和53年に、靖国神社に合祀される。大分県中津市出身。母の再婚先のこれ長生を一時名乗る。中学祭最高を経て、陸軍中央幼年学校、陸軍士官学校、第十五期7番、陸軍大学校、第23期主席を卒業。参謀本部編成動員課長、陸軍省軍務局軍事課長と主流を歩むが、 陸軍の刷新を図る、左官級の二楊会、一石会などとは距離を置いていた。1931年、昭和6年8月に、参謀本部総務部長に就く。同年12月に、犬会内閣が発足、いわゆる行動派の荒木貞夫が、陸将に就任すると、荒木は、正木神三郎を参謀次長に据え参謀本部の、実権を握らせる。しかし、 正木の副審で、大祖戦略の権威である、小畑俊志郎第三部長と、陸軍切手の逸材とされる、長田鉄山第二部長の間に、深刻な対立が発生、大祖準備への先進を解く小畑に対し長田は、大死内地劇論主張する。両者は、東条秀樹、鈴木律道課長級も巻き込んで、争い、梅津は、古章三清第一部長と共に、 この構想への対応に苦慮するが、行動派の専応や派閥人事もあって、次第に、正木、き、幡らへの批判を強め、やがて行動、統制両派の拡築につながる。1934年、昭和9年3月には死な中東軍司令官に就任。同年11月に、総鉄源の部下の表置安の部隊が、熱火症を侵犯し、 大名田西方20キロの短期張りに進出し、関東軍が追撃し、相鉄源の本拠地近くまで迫った。梅津は相鉄源の取りなしをして、関東軍は追撃を止め引き返した。1935年昭和10年6月に国民革命軍の何王金と梅津何王金協定を結ぶ。当時、 下北で相次いだ抗日レジスタンス運動が国民党の主導によるものとし、その撲滅のためといった内容の協定を結んだ。この協定の申し入れについては、当初梅津は全く知らず、中東軍の坂井隆参謀長と高橋博士陸軍部官の策謀であったとされている。1936年、昭和11年2月、2.26事件が勃発。 第二師団長、仙台であった梅津は、第四師団長、大阪の立川光次と電話で、早期鎮圧の方策について話し合い、陸軍省に断固討伐を求める電報を発する。事件後、同年三月には、古将三清の公認として、陸軍次官に就任。翌年にかけて、寺内敏一陸軍大臣の下で大規模な祝軍人事を行い、行動派を、 中央から一掃した。その際に、陸軍省に軍務課を新設し、陸軍の政治への発言力を強めたのが行動派の反発を招いた。一部の右翼活動家からは、梅津は日本の石化を起としているという改文書をまかれる結果となった。1939年、昭和14年8月の安倍内閣組閣にあたって、三長官会議では、 ただしを後継陸将に推挙するが、昭和天皇の旗俊六、自重部官庁、梅津以外は三長官会議の結論であっても認める、意志配とのことにより畑が陸将となる。この発言は、全陸将の板垣聖志郎が中心となって、推進した日独防協協定強化策を嫌い、自らの意を受けて、これに反対しうる陸将が必要という天皇の、 判断によるものであり、2.26事件後の祝軍を、こなした梅津への信頼感を物語る。同年9月、関東軍司令官、1942年から、関東軍が、総軍に格上げされ総司令官に、名称変更に就任。直前に発生したの文判事件の責任を取って、上田賢吉大将が退いた後で、再三にわたり、中央の統制を破って、 大事件を起こした関東軍参謀らの粛清が求められていたが、見事にその任を果たした。太平洋戦争中に、関東軍が何の事件も起こさず性質を保ったのは、梅津の功である。1944年、昭和19年7月、裁判当式官の責任を取って辞任した、東条秀樹、首相、陸軍大臣も兼務していたの公認として、 参謀総長に就任。終戦後まで務め、最後の参謀総長となった。なお、東条はその後の首相退任にあたり、次の内閣で陸軍大臣として残ることを格索したが、参謀総長となった梅津が、杉山元教育総監とあらかじめ打ち合わせを済ませ、東条を含めた三長官会議の結果、杉山が陸将に回ることとなった。同年12月、 海軍の小沢寺三郎中将が、いわゆる細菌船を立案した。これは、江野義雄海軍大佐が指揮し、細菌を保有するネズミやカオ人口が密集する、米本土西岸にばらまき生物災害を引き起こす、策内容であった。機材として航空機2機を搭載する400型潜水艦を使用する計画ではあったが海軍に、細菌研究がなかったため、 陸軍の石井志郎軍医中将の協力を養成私陸会の共同計画となり人体実験を含む研究が進められた。1945年3月26日海軍上層部は結構に合意したが陸軍参謀総長であった梅津がアメリカに対する最近戦は全人類に対する戦争に発展すると反対したため実行はされなかった。この件に関して 戦後しばらく関係者の沈黙が続いたが、後に、榎ノ元本大佐が新聞で経緯を語った。1945年、昭和20年5月以降、軍、政府首脳の間で終戦に向けた動きが始まる。陸軍の軍令の長であった梅津は、表だっては、本土決戦の主張を変えなかった。その一方、5月11日から開催された、 最初の最高戦争指導会議構成員会合では、海軍大臣の与内光正が、対策工作も、結局するところ米英との仲介の労を取らせて、応答は戦争を終結することに、最後はなと思うがと発言した際に、その通りだと返答したり、6月9日に昭和天皇に関東軍の視察報告を上層した際に、兵力が八個し団分しかなく、 弾薬は大海戦の一回分しかないと伝えるなど、戦争の継続に対して会議的な態度を見せたこともあった。天皇には本土決戦の準備ができていないことを明示した極秘資料も提示している。8月9日深夜の午前会議では、陸軍大臣のアナン・コレッチカと共に、陸軍を代表して、ポツダム宣言受諾ではなく、慶戦による本土決戦を主張した。 海軍軍令部総長だった豊田総武は阿南や梅津は和平は不可避と考えながら将校の圧力のために強行論を言わざるを得なかったと記している。また、ポツダム宣言受諾通告後のバーンズ回答に際しても阿南と共に自主的武装解除と本土占領の拒否を主張している。しかし、 14日朝に一部将校たちによる本土決戦を求めるクーデター計画を阿南から知らされた際は絶対反対を唱え計画を中止させた宮城事件も参照。のみならず陸軍上層部に少々筆禁を徹底させその後のクーデターの動きにも後ろ盾を与えなかった。太平洋戦争の幸福文書調印式全権を依頼されると 幸福に賛成した、与内光雅や鈴木寛太郎、終戦当時の首相で、元海軍大将裏が敵役であるとして一旦は拒否した。東京裁判の法廷では、広田光輝や茂光青い等と同様に、証言台には立たず、沈黙を守り続けたが、東郷持長の証言内容に対しては、声を荒らげて反論する場面もあった。判決は、 終身禁固刑が言い渡され、1949年、昭和24年1月8日、服役中に直腸癌により病没した。梅津は、生涯日記も手記も残さず、病床には、郵送無礼期日とだけ書いた詩編が残されていた身だった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。